こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年護衛艦伊豆、物回収が始まる。ソーダス・トーブル空母へと変化していく。だがこの空母というわけではなく、F-35B ステルス戦闘機は、常時艦載するわけではないとの正式発表が出た。F-35B ストブル戦闘機の性能は、最も護衛艦伊豆も、にも、対応可能なステルス戦闘機だろう。このステルス戦闘機、購入を決めた背景には、知れでは紐解いていく。2019年6月末、海上自衛隊で最大の大きさを誇り、かつ航空母艦への改修工事も決定している護衛艦いずもが、フィリピン・ルソン島のスービック港に入港したことが報じられた。この護衛艦いずものフィリピンへの寄港は、日本の防衛大臣とフィリピンの国防省との間で、事前に話し合いが、ジタレフィリピン側の要請に応える形で実現したものだ。護衛艦いずもは、2019年4月末に日本を出港。同年5月初めに南シナ海に進出し、その海域においてアメリカやインド、フィリピン軍の艦艇との訓練を終えた後の寄港だった。すでに、前年の2018年にも同様に南シナ海でのアメリカ・イギリス軍艦艇との共同訓練に派遣された護衛艦加賀が、その後にフィリピンへ寄港する光景が見られていた。このような護衛艦出雲加賀のフィリピンへの寄港は、南シナ海で圧力を高める中国に対する牽制の意味が大きく、日本・フィリピン間の連携を印象づけるものだろう。すでに航空母艦海の改修工事が決定している護衛艦出雲加賀であるが、現状でも単艦での運用は想定されておらず、必ず友軍艦艇とのセット運用が前提となっている。これは時間を防衛する必要最低限な武装しか実装していないためであり、他の汎用型護衛艦や潜水艦を随伴し行動することで、時間は艦載機の運用に専念するという仕様ゆえの方針だ。現状の護衛艦出雲加賀の艦載機は、対潜哨戒用ヘリであり、その任に特化するものだが、改修後に F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることで、対艦対地任務も担い得る。そもそも異例の発表として、すでに15年ほど前から南シナ海において黒潮型潜水艦が訓練行動を実施してきたことを防衛省が明らかにしたことも記憶に新しい。護衛艦出雲加賀などの水上戦闘艦と異なり、その行動領域を秘匿しておくことが最大の目的である潜水艦にとって、それはまさに異例中の異例と言える発表だった。ことにこの黒潮型潜水艦が南シナ海で訓練を実施していた件が注目を浴びたのは、最新の潜水艦東流から見れば2世代前にあたる艦でも、その海域に侵入できた点だろう。旧式の黒潮型潜水艦ですら、中国海軍の対潜哨戒網を突破し、南シナ海を行動範囲に収めていたことが示した軍事的な意義は、大きなインパクトを与えたと言える。そうなると、
去年と今年の護衛艦いずも、加賀も当然のことながら、潜水艦を随伴させていたことが確実とみられ、この点に中国が牽制せざるを得ない状況を作り出したと思われる。護衛艦いずも、加賀の航空母艦への改修工事は、2020年からが予定されているが、この完了後には F-35B ステルス戦闘機を艦載機としての訓練参加も見られるかもしれない。ただし、艦載機とする F-35B ステルス戦闘機の運用、つまり固定翼、機の航空母艦での運用は、日本にとって戦後初の試みであり、そのノウハウ習得や訓練に時間を要することは想像に難くない。もちろん F-35B ステルス戦闘機の調達そのものがこれからであり、それを考慮すればアメリカ海兵隊が岩国基地に配備している同機を用いた訓練などの可能性も重なりそうだ。アメリカは佐世保を母港とする強襲揚陸艦として、ちょうど2019年12月にこれまでのワスプに変えてアメリカを配備した。全長約257メートルのこの強襲揚陸艦アメリカは、護衛艦いずも、加賀と同じく F-35B ステルス戦闘機を艦載機として運用し、大型原子力空母を保管する位置づけにあたる。最大で約20機の F-35B ステルス戦闘機を搭載可能と見込まれており、大きさ的にほど近い護衛艦いずも、加賀にとっては最も身近なモデルケースと考えられている。ちなみに、護衛艦いずも、加賀の F-35B ステルス戦闘機の搭載機数は最大でこのアメリカの約半数である10機に止まるものとみられている。現在アメリカ軍の F-22 戦闘機を除けば世界でも最高峰の性能を誇る F-35B ステルス戦闘機だが、その航続距離の短さを補う意味でも、護衛艦いずも、加賀の改修は必須と言える。ただし、従来からの敵の数に対して兵器そのものの質で対抗するという対処法は、大幅な増強を続ける中国海軍を前に厳しくなっていることも事実だろう。そうした懸念点からも、日本単独ではなく、アメリカやイギリス、そして今回護衛艦いずも、加賀が寄港したフィリピンなど、周辺国との協調はまさに外せない選択肢だ。こうした東南アジアの国をはじめ、特に深刻な脅威にさらされつつある台湾とのこれまで以上の連携強化に着手すべき状況だということができる。こうしてみると、つい先日まで中国との関係悪化を恐れていたアメリカが、台湾への武器輸出に消極的だったことが非常にもどかしく感じられるのは言うまでもないだろう。